中国ってやっぱりこう、まあ、政治とかその辺の関係でなかなかこうやっぱ日本人でも眉をひそめる人が多い中で、はい。あのカルチャー、中国のカルチャーみたいなのフックに、まあ、その中国好きな人、中国のカルチャー好きな人を増やしていこうと思ってるんですけれども、日本国内って今どういうところを攻めればそのカルチャーを広めていけると思いますかね。どうなんだろう、ドラマ。ドラマ。だから韓流って、韓国ってやっぱりドラマ、韓流ドラマがヒットしたからみんなすごいね。なんかあとツーリズムも美容整形とかが先進国だっていうのがあるから、美容の人たちよく行くよね。ああ、そうですね。あと南大門、南大門市場みたいなのあるじゃないですか。ああいうところに服を買いに行くとか仕入れに行くとか、なんかそういうのがまたあるんだよね。確かに。仕入れてネットで売るとかそうよくそうありそうますそね。う、だからなんか美容と韓流みたいな。だから中国のそのなんか、だから深センとかも一つのあれなんだよね。コンテンツとしては深センに行きたいって、なんかすごい、いやなんか判を押したように、テクノロジーオタクみたいな人は深センに行ったらなんかあるんじゃないかみたいな。別に何もないんだけど 確かに何もないです。何もないんだけど、行ったらなんかあるんじゃねえかみたいに思ってる人たちはいっぱいいるんで、そこをうまいこと、まあテクノロジーですよね。だからドローンとか、やっぱ中国が進んでるってイメージがあるのはやっぱドローンなんで、ドローンとかはまああるかな。と、まあそれ以外は、そうだね、ドローン、まああとはグルメ。まあグルメも、まあ意外に知られてないんですよ。そうですそれね。はね、結構俺面白いなと思ってて、俺だから結構いろんなことやってて、上海ガニツアーとかやってるんですよ。で、上海ガニ有名な湖あるじゃないですか、上海の近郊に。ありますあります。あそこまで行って、まあ、発明したんだけど、シェフと一緒に行くんですよ。シェフ何人かに行って、で最初なんか